ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。いよいよ後半戦に向けての課題と対策ということで、うん、まあこのブレイクを挟んで後半戦がありますが、うん、前半戦を振り返っての、まあ課題だよね、はい。課題と対策というか。はい。キャンプがあるからさ、うん、だからこういう課題をこう確立していってほしいなっていうふうに思うんだけど、はい。まず阪神からね。はい、まあここに書いてるのはゲーム差ね、はい、現時点の、はいね、阪神柔軟性、これどういうことかというと、はい、阪神はさ、うん、すごく調子が良かった、はい、大体固定で戦えたんだよね、うん、野手は特に、はい、であまりにもさ、うん、早く固定しちゃうと、はい、結構それに頼っちゃって変化を求められないんだよね。うん、で変化をするのに、まあ例えば新しい人を使ったりだとかさ、はい、することがすごく怖くなったと思うんだよ。うん、で怪我で離脱した糸原のところに小畑とかそういうのは入れたけども、はい、うん、打順にしてもちょこちょこは変えたけども、でも出てるメンバーっていうのは大体固定でいったんだよね。はい、で固定の一番の悪さというのはさ、はい、問題点ですか。問題点ね、はい、これはねやっぱこう柔軟性に欠けるということ、これから後半戦に向けて何が必要かというと七変化というかさ、佐藤を一回外したよね。はい、あのスタメンから、うん、DeNA の時にね、はい、でああいう風なことがどんどんやっぱ起きてこないとチームは活性化しないし、もうそのメンバーで戦うってなるとさ、やっぱ息苦しさが出てくると思うんだよ、これからの阪神って、はい、だから柔軟性を持たせるためにどう対策をするか、うん、誰をこう控えとして差し込むとか、いろんなことをやっぱやっていかないとダメだと思うんだよね。はい、それは投手陣にも言えることですか。投手陣はある程度、まあ、そこそこいいと思うんだよ、ローテーション、はい、これはなぜかというと1週間に1回しか出てこないからさ、はい、でもそれはそれでもいいんだけど、ただローテーションを変えることも大切だよね。相手に誰をぶつけるかとかさ、なるほど、こう当たらないチームっていうのが出てきて、そうそうそうっていうことですよね。うん、だから巨人戦の時に、はい、秋山と高橋優希を当てないように、うん、初戦に秋山を持ってったりだとか、これからはそういう柔軟性が必要になってくると思うんだよ、これからもっともっとね、はい、だからそこをやっぱテーマに、うん、やっぱキャンプをやった方がいいと思うよね。なるほど、うん、で誰か出てきてほしいよね、救世主みたいな。なるほど、うん、いや出てきてるよ、はい、佐藤だとか中野だとか、はい、ルーキーでよく頑張ってるよ、はい、だけど他に、まあ、例えば井上とかさ、うん、すごいキャンプで頑張ってた人間がいて、はい、まあ、怪我で離脱して二軍暮らしなんだけど、はい、まあ、そういうのがポンと出てくるとかさ、それでチームをこう活性化するとかさ、うん、そういうことになってくるとこう柔軟性が発揮できてきて、うん、まあ、戦いやすくなるかなっていうふうに思うよね、はい、まあ、そういった選手が出てくることによって、まあ、今固定で出てる選手たちもこう気持ちに余裕が出たりとかする部分もありますか。うん、余裕というよりも、はい、なんていうのかな、ライバル視みたいな、はい、そういうので、うん、こう一生懸命頑張るっていう、そういうものが出てくると思うんだよね。なるほど、うん、それも柔軟性の一つだと思うんだけど、はい、ひっくるめて柔軟性って言ったけどね、うんうん、だから阪神はやっぱテーマは柔軟性、うん、これからの戦いは後半戦は厳しくなるからね、はい、もっともっとね、ちょっとこの前半の後半終盤にかけてちょっと阪神はこう低迷してきた部分もありますか。まあ、まあ、状態的には落ちてきてるし、精神的なダメージも受けてるよね多分、はい、だからそういう意味ではやっぱ新たな人間が活性化させるという、はい、そういうことも大切だよね。はい、はい、で2位巨人復活、はい、まあやっぱもうご覧になってる皆さんももう分かってると思うけど、うん、やっぱ菅野、中川、梶谷、はい、吉川っていうのがやっぱもう復活してくるよ、うん、後半には。菅野がちょっと心配だけどね、状態の悪さって言ってるからさ、はい、これがやっぱこう精神的にも肉体的にもやっぱエースと言われるぐらい復活しないと、やっぱここに対してのなんていうかな、挑戦というかさ、勢いというのはこうなかなか持てないと思うんだよね、うん、はい、だからそういう意味ではやっぱ菅野の復活が一番待たれるということ。うん、その中継ぎのね、こう柱といえば中川、はい、これもまあ骨折だから治れば復活してくると思うしね、はい、だから待たれるよねすごくね、はい、で梶谷、吉川、うん、これはもう骨折だから、まあおそらく後半からは確実に出てくるという、はい、
だからこのメンバーが揃った時に巨人の本当の復活劇が生まれてくるという、うん、だから頑張らないとここら辺の4人はね、はい、特にね、でこの、ね、1ヶ月の間でうまく調整ができればいいっていうところです ね、うん、いいね、はい、はい、で3位ヤクルト、はい、いい位置につけたね、だって首位まで 2.5 まで来たんだよ、はい、でヤクルトの前評判っていうのが大概の解説者が最下位にしたから、はい、でもよく頑張ったよ、で打つのは打つだろうと言われてて、やっぱ投手陣がやっぱ不安定だということで、うん、はい、みんな最下位にしたんだけど、やっぱ投手陣も頑張ってるよ、うん、ほんで高津監督のやりくりだとかね、うん、で石山がダメだったらマクガフを後ろにボーンと回したりだとかさ、やっぱそういう厳しい采配も目立った、はい、ただ後半からはやっぱりいいとこにつけてるだけに欲との戦いになってくると思うんだよ、っていうのが欲っていうのは上を目指せる狙えるっていうポジションにいるから、そこを見据えてってことですか、うんうん、そうなってくると、はい、ここまでは本当に無欲で一生懸命来たと思う、はい、そしたら上が見え出した時に欲が出るとろくなことがない、そこを意識してしまうとっていうことですか、うん、だからもうがむしゃらにヤクルトらしい野球をもう無欲に一戦一戦やっていく、そのトータル的なところに優勝があればいいけど、うん、やっぱ計算をし始めるとこの2チームに足元すくわれる、そうすると今までみたいにもう目の前の試合一つ一つを全力で戦っていった結果なので、うん、それを継続した方がいいということですか、だから欲との戦いにもなってくると思うよ、うん、だからこの欲というのが非常に邪魔する時が来ると思う、はい、だから欲を感じないで一生懸命足元を見て戦っていくと、ひょっとしたらここに来るかも、はい、可能性は十分ある、うん、ね、はい、でセリーグの場合はさ A クラスと B クラスがはっきりしてる、ヤクルトにまで中日が10ゲームあるんだよ、うん、はい、だからここら辺はねなかなかねひっくり返すのって厳しいかもわからないけど、うん、でも諦められない、はい、逆転中日は、はい、ね、逆転で何が逆転なのかっていうとさ、はい、7勝16敗、はい、それは何の数字だと思う、ピッチャーの勝ち負けの成績ですがそうどなたかっていう感じじゃないですよね、これはね福谷、はい、大野と福谷の数字なんだよ、あ、2人を足した足した、はい、これが7勝16敗になってるんだ、これさ普通の大野と福谷の力から言うとこれ逆転しなきゃいけない、ね、10勝7敗っていうところですね、うん、だからそういう意味では逆転、そういうそれはね若いピッチャーとか頑張ってるよ、小笠原とか、はい、ね、柳田とか頑張ってるのに、このある程度もうエースと中心にならなきゃいけない選手がこの成績ではやっぱ中日ここの差は絶対埋まらないから、うん、でピッチャーだけを言ってるけどもピッチャーよく頑張ってんだよ、はい、全体的には、うん、で野手が1試合の援護点が 2.9 点かな、うん、2.9 ぐらいなんだよ、はいはい、3点取ってくれない、うん、それは厳しいよ、そうですね、うん、中日は厳しいと思うけども、うん、だけどやっぱりその2人がやっぱ勝っていかないと、大野福谷というのがね、はい、じゃないと逆転はありませんよということ、うん、で広島、はい、確率の継続、はい、広島はねものすごくいい終わり方したよ、うん、で阪神とは真逆で、うん、広島がすごく良くなってきてるというのは、はい、やっぱ先発ピッチャーがに勝ちがつきだしたし、うん、で形がなかったんだ最初広島って、うん、阪神みたいに、はい、だから柔軟性だらけだったんだ、自由すぎないかっていうぐらい自由だった、なんか決めようよぐらい、そうそうそう、だけどこれが確立してきたね、だんだん、うん、で確立の継続をしていくと、はい、広島は上狙えるよ、それだけの力持ってるもん、ピッチャーもいるし、はい、で外国人も中に入ったフランスワだとか、はい、コロニエルとか、うん、そういうピッチャーが中継ぎでちゃんと抑えてくれたら、うん、先発ピッチャーもゲームを作り出してきてるから、はい、だから広島っていうのは後半の台風の目になる、だから面白い、はい、すごくね、だからぜひ継続してほしいと思うよ、今の後半の戦い方をね、はい、はい、最下位の DeNA、はい、こんな力ではないね、あのね、もうこうシーズン始まった直後の雰囲気っていうのはもう今はあまり感じられない、全然ないよね、はい、うん、ですが、それと、まあ、新しい風、
はい、これはやっぱ森とか坂本、うん、はい、やっぱね阪神とよく似てて、うん、固定になってきてたんだよね、メンバーが。なるほど。でもなりつつある時に森とかが出てきた、はい、野手では、はい、でピッチャーでは、まあ、坂本は投げてたけど、うん、坂本が勝ち出してきてる、はい、良くなってきてる、うん、こういう新しい風でチームを変えていくと非常に柔軟性も出てくるし、はい、DeNA らしい戦い方が出てくる。でオースティンが打てば勝てる、はい、オースティンが打てないと負ける、はい、外が打ったら勝つ、打てなかったら負けるっていう、そういう戦い方じゃなくなってくるよ今度から。うん、だから広島 DeNA がおそらく台風の目になっていく、はい、なんとその2チームがいやこの2チームは台風の目ということで、いやもうね、うん、優勝っていうのは結構厳しいと思うけど、はい、だけどここら辺の力を持ってるからね、うん、この2チームは、はい、だから巻き返しに期待をしたいと思うよ。だから後半戦はもっとなんかギュッと詰まるような気がする。なるほど。その A と B の間がここまではっきり分かれず混戦になってくるという。そうで阪神は辛いと思うよ、はい、辛いっていうのは戦い方によっぽどこれを持たないと非常に辛い戦いになってくると思う。巨人がめちゃくちゃ悪いって言われながら2ゲーム差についてるんだからね。でヤクルトは最下位予想が圧倒的に多かったのが 0.5 についてる、はい、阪神は強いと言われながらやっぱ強かった。でも固定で戦った分だけ、はい、俺はなんか柔軟性を求めないとなんか息苦しくなってくると思う。うん、だから非常に面白いね。そうですね。ブレイクを挟んで、うん、どう転がるかっていうのが。そうなんだよ、はい、だから巨人はこの復活を待てばいいよね、はい、だから巨人にとってはこのブレイクっていうのは、うん、負に作用する要素っていうのは少ないですよね。ない。だってこれが復活してくれたらそれで戦力が増して十分上狙えるんだもん。逆に言うと、うん、今勢いよく来ている例えばヤクルトであったり、うん、まあ、広島 DeNA、うん、などはこのブレイクでそれが止まってしまわないようにしなきゃいけないっていうことがありますよね。そうだね、うん、そりゃそうだ、うん、だから、まあ、どういうキャンプをさするか、はい、どういうこう、まあ、オープン戦というか練習試合を組むかね、はい、まあ、これも楽しみだし、はい、これまたこう侍ジャパンに選ばれている選手がたくさんいるチーム、うん、そうでないチームっていう風なところもこのブレイクの間にその戦いがあるわけなので、あのね、俺も全日本でね、はい、コーチ行って帰ってきた時、はい、解説者席に着いたのね、次の日かなんか、はい、帰国して次の日か、うん、ふぬけのようになってた。それですよね、燃え尽き症候群、燃え尽き症候群のような可能性もありますよね。まあ、あるよね。逆にそれがいい勢いになって、まあ、どんなような戦いになるかにもよると思うんですけど、なって後半戦つながっていくかっていう、そのあたりの細かな影響もありそうな、ね、はい、だからここら辺はあの主力を持っていかれてるでしょ、山田村上っていうところ、はい、だからそこら辺がふぬけになっちゃったらさ、ら困るわけ、はい、でもそんなことはないと思うよ今の子はね。うん、でもまあこういうことを課題にやってほしいというふうに願ってます。はい、はい、じゃあセリーグはこのような感じですか。そうです、セリーグはね、はい、はい